新年明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。さあ始まりましたゴリパラ見聞録2024ハッピーニューイヤー生放送スペシャル。お願いします。さあ今日はですね、はい、TNC のスタジオを飛び出しまして なんと鳥飼八幡宮から生中継でお送りしております。おめでとうございます。おめでとうございます。もう参拝のお客さんがずらっと並んでおります。はい、キッズの人には内緒でやってたんですけど、はい、宮司さんが X でバラしてました、はい、そうなんです。でファンの皆さんもなんか何名ですか。ちょこちょこいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。そう今日はですね、はい、この鳥飼八幡宮から生中継でお送りするんですが、はい、一人足りないんです。そうゴリケンさんがいないということなんですけども、あいつらが首でしょ。違います生徒さん、首じゃないです。首じゃない。はい、新年早々どういうこと。別のところで中継に出てるということなんで、中継に出てここも中継みたいな場所だけど、ここからさらに中継で行ってるんですか。はい、呼んでみましょう。ゴリケンさん、ゴリケンさん勘弁してくれよなんだなこれは。え、50歳ですよ。なんで俺だけ鳥飼八幡宮にいなくて、なんで僕だけ外なんだよ。それどこですか今。なあ TNC ですよ。 TNC テレビ西日本。誰もいない、誰もいないテレビ西日本。これはじゃあちょっと新しい企画なんですよね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ごめんなさい、ちょっとあの遅れが2秒ぐらいありまして。はい、そうなんですよ。2秒遅れた世界でやって。あなたその格好はそれ何なの。あの一応角まっちゃんです。角まっちゃん今年初滑りということでよろしいでしょうか。そんなことない、そんなことないよ、そんなことない。初滑りとか言うな。全然大丈夫。何をするんですか。何をするんだよ。すいません、あ、説明いたします。分かってます。ああちょっとあらかた知ってるとは思うんですけど、ね、はい、説明しましょう。さあ今年はキッズのためにこんな企画ご用意いたしました、はい、こちらご利益めでたすごろく。よいしょ。いやじゃあキッズのためにそうルールの方ちょっと拝殿に行きながら、うん、移動しながら行きましょう、はい、どうも。今からですね、はい、キッズの皆さんのご利益を願うためにゴリさんがすごろくをやってもらいます。TNC スタート で、はい、で鳥飼八幡宮がゴールなんですが、すごろくの目に従ってゴールしていただくということで。これでもあのご利益はどこがあるんですか。ご利益、はい、ゴリさんが来ることによってご利益があるだ。キッズの皆さんにプレゼントがあったりとか、プレゼントこう見てる方のかにプレゼントがあるんですね。ご利益があるということで、はい、すごい場所ですねこれ。さあこれ今拝殿です。うわすごい神々しいですね。これね、はい、すごい新しくできた鳥飼八幡宮の拝殿なんですけども、はい、こっち側すごいんですけど、こっちだけ見たらあっこういう感じ、こういう感じ、今こういう感じなんですよ。すごいとこで。さあ拝殿から今日はね生中継でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあそしてこれがゴリさんにやっていただくスゴロクになってます。はい、こちらがもうご用意いたしました。本番までゴリケンさんが間に合うかどうかということで。そうです。はい、ちょっと待ってくれよ。まあいろんなマスがあるん で、そこでイベントがありまして、とんでもないゲストが登場するかもということで。ちなみにどういったマスがあるか、はい、斉藤さんちょっといいですか。これねほら来ました、番組恒例あったか生駒鍋という。これね初めて見た方あれなんですけど、元プロデューサーの生駒さんが毎回鍋を作ってくれるんですよ。それを今外で用意してるということで。じゃあ1マス目もし2が出たらどうなるんですか。2以上あもう生駒さん終わりです。東京からわざわざ来てくれてるんですけど。生駒さん終わり、生駒さん終わりです。だからなるべく1を出してあげたい。そう、そのために東京から来てるから、はい、今日来てます東京から。はい、はい、なるほど。そしてこちらとかだと新年に愛を叫べ、はい、奥様ラブコールということで、誰かしらの奥様に電話してラブコールすると、はい、じゃあもしかしたらゴリさんの奥さんにラブコールっていうのもあるんですね。そうですね、今熱々のね。いやいや離婚したんだよ2秒遅れの声が出てますね。2秒遅れいいですよ、声出てるよ、いいですよゴリケンさん。いい、はい、そしてあの視聴者の皆様に、はい大奮発お年玉網だって、これ多分俺らが何かしらで奮発しなきゃいけないという。そうなんですね。これ皆さん見てる人はね、もしかしたら現ナマが当たる可能性があるが、何かが当たるという可能性があるということで、はい、じゃあ早速斉藤さんいきます。第1投目、はい、はいはい、キングボンビーみたいなもんだ、キングボンビーみたいなもんそうなんです、
これ八島ボンビーですね。八島ボンビーも楽しみです。もう本当にゴリパラ知らない人置いてけぼりオンエアになってますが、逃走中からのこのギャップすごい。頼む。そうです。いきますよ。早く入りたいです。じゃあ、OK、はい、1投目いきましょう。いこまさんの1が出ろ。3、いこまさんごめんなさいだ。ちょっと待ってください。3が出た。1、はい、2、はい、出ました。いいことあるかも。ゴリ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 新春バージョン。何だそれ。これは、嘘だろ。ゴリさんの自己紹介ギャグ、ゴリ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 犬です。これの新しいバージョン、ゴリ役新春2024バージョンでお願いしたいと思います。だから移動しながら考えて新しい面白いやつ、はい、いやいや、これすごいの出ちゃいました、ね、放送中に、はい、放送終了までに気絶する可能性があります、僕は。いや、そうですね。頑張って頑張って、ゴリさん、ゴリ犬ちゃん頑張って頑張ってたどり着いてください。たどり着いて、はい、ということで、で到着したら呼んでください、呼んでください、急いでお願いします。さあさあ、ということで、オッケー、 DLC スタートしましたが、頑張って到着するんでしょうかね。別に本当たどり着いてもどっちでもいいですね。どっちでもいいです、はい、まあ、でも止まったバスによって視聴者の皆さんにもプレゼントありますので、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあ、そして今夜はですね、はい、DLC テレビ長崎、そして鹿児島テレビの全国3局ネットで、全国3局なかなかないですよ、全国3局ネットって。ほぼ九州で、ほぼ九州で、はい、90分生放送でお送りいたしますので、皆さんお付き合いください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでオープニングはなくなりましたが、ゴリパラ見聞録2024ハッピーニューイヤー生放送スペシャルスタートです。さあ、鳥海八幡宮より生放送でお送りしておりますゴリパラ見聞録でございます、はいはい、さあ、改めましてこの番組はですね、うん、依頼者の方に頼まれて、僕たちが代わりに目的地に行きまして写真を撮ってプレゼントするという、そういうことなんですよね。全国旅する番組でございますよね。さあ、ということで今ね、はい、本当に八幡宮の中で拝殿でやっておりますが、さっきですね、ここでお賽銭を入れて拝んでらっしゃる方がいらっしゃいます。いいですね。じゃあ斉藤さん、はい、まず例の発表をお願いいたします。行きましょう。ゴリパラ見聞録 DVD ボリューム11、今から予約開始。さあ、ということで、ゴリパラ見聞録のボリューム11が、うん、予約発売開始されました。開始今しております。そう、発売はですね、2014年の3月18日、はい、で、ご予約はセブンネットゴリパラで今検索していただければ、そうなんですよ、セブンネットゴリパラで検索していただければ、はい、予約受付されるということでございます。そうです、初回限定とかになってますんでね。はい、そうなんですよ、はい、ということで、皆さん買うなら今、今があなたにとって運命のお時間です。さ、最初からこっちのカメラに言ってもらっていいですか。途中まっすぐ見て急に、すいません、今まだね、チューニングが合ってない、カメラさんとの、カメラはクロスですから、はい、クロスでお願いします。こちらパッケージこちらになっておりますね、こちら DVD、 こちらブルーレイということで、はい、今回ね、やっぱりね、一人1枚買っていただけたらいいんですけど、はいはいはい、後に紹介する特典の方がですね、そうなんですよ、もう何枚も欲しくなっちゃうような、まあ、後にということで、そうなんです、はい、セブンネットで検索してください。でもやっぱ気になるのはやっぱ内容でございます、うん、内容でございますね、はい、どんな感じになっているんでしょうか。さあ、ということで、今回ですね、うん、新しいめでた旅新企画行くということで、あ、新企画、新企画も行くんですね。わかりました。はい、 VTR 企画の方先に行きましょう、はい、新企画です、どうぞ。さあ、ちょっと奈良県に、奈良県にやってもらいます、はい、今日は何ですか、はい、こちらは長谷寺というお寺なんですけど、すごい、うん、今日はめでた旅です。キッズにお年玉をあげたいな、わらしべ長者、わらしべ長者、はい、はい、DVD から物々交換していって、はあ、豪華商品をキッズにあげたいなと。ああ、それでなんで奈良まで、そんな、ここがわらしべ長者の発祥の地らしいです。
え、それで奈良まで？どうなるんでしたっけ、わらしべ長者の話っていうのは。わらから確か5回で、うん、家をもらうんですよ。5回で、わらから家。あ、じゃあ5回で、よければキッズに家をプレゼント。それで我々がもらいたいぐらいあるけど。それに習ってチャンスは5回、うんうん、あ、なるほど。だったら福岡の方が良かったんじゃないですか。知り合いとかお金持ちもいるし、やっぱそうなるじゃないですか、うん、やっぱそこはやっぱり全く知らない土地で、全く知らない人に変えてもらって。でも福岡だったらもうズブズブ回るだけじゃん。とりあえずでもここがすごそうなんで、起床祈願してお参りして、ね、すごいわ、日本が爆発してます。 DJ 入っちゃってる、これ DJ。 何の略？ダイナミックジャパン入っちゃってなんかほんと正月っぽい放送になってますね、うん、これはすごいっすね。長谷寺ちょっと知らなかった。知らない。いや、あのね、うん、まあ、京都で降りて車で2時間ぐらいかかった、うん、びっくりしたよね。あのみんなが機嫌が悪くなってようわからんまま奈良に情報がなかった、ね、情報がないけん、ちょっとすいません、小銭ありますけど死ねそう。富さん、うん、奥にもすっごい大きい、神様がわらしべ長者のオープニングに出てくる。あ、目標どれぐらいまで行きます？家でしょ我々も持ってないのに観音様今だけ。はい、お同じ広げて心と体を清めください。ちょっと多めにもらっといていいですか。いやいや、すごい、この距離ゼロ距離でしょ。これすごい珍しいです。食べた DVD をキスしてます。ここから回るってこんなことないよ、これ一番人生で拝みました。見応えありましたね。素晴らしかったね、まあ、目標家ということなんですけど家は無理やろな。いやいや、でも このパワーあったらちょっとゼロじゃないよね。まず観光の方っていうのはちょっと難しいと思うんですよ。そこでブツブツ交換って普通に考えたら持ってないもん、ね、うん、そうなったらでも家とか店とかこの辺で勝負するかってことよね。バタバタしてるなちょっと無理か。要するにお金持ちがいいよね。そういうこっちゃ、そういうこっちゃ、もうはっきり言っちゃうけどさ、そういうこっちゃ、そういうこっちゃ、もうあれじゃないですか、昼ご飯食べたとこでやるって決めませんか。いや、そうしようよ、うん、だからもう昼ご飯を探しますよ、うん、今そうめん、そうめんこの辺有名じゃないですか。はい、そうめん、そうめん行きますか。三輪そうめんってね、もうめちゃくちゃある。めちゃくちゃある、いろんなとこに書いてるわ。わらしべ伝説が絶対この同じ桜井市じゃないですか、うん、当たり前みたいに町民でやってるとかないんすかね。わらしべタウンじゃないですか。これでも最初から店長さんに入れに行くスタンスでいかんとダメだね。ちょっと声出していこう、うん、声出あ、これだこれだ、あ、これだこれだ、スペアリブ付き。あ、すいません、よろしくお願いします。あ、すいません、よろしくお願いします。お世話になります。ご主人ですか。これまあ、うちオーナーです。歴史のがすごいですよね。製麺所の方はね、1753年から。はい。キャップは被るもんじゃない。脱ぐためにあるんだ。え、こんなの俺初めて見たんだけど。これもやっぱ。オーナーのセンスってことになってくるよね。オーナーやっぱなんかバリみたいなちょっと洋風な南国バリ、バリ南国な南国な感じも。奈良、奈良です。あ、奈良です。バリ違うからな、邪魔すんなよ。手が出てないぞ、手を出していけよ。よいしょパンチ打っていかないと。声ぐらい出していけよ。いや、森さんが言ったら声出していこうって。流し入れ、流し止めしていただいて、うん、ちょっと熱々のおつゆで食べていただいて。この方は役者さんですか。役者です。あ、オーナーさんだよ。そうオーナーさんだよ。モデルなんかそういう男前だから。広告ハンサムだから。流し止め初めてですか。あ、初めてです。そうですね。初めてです。あ、じゃあちょっと難しいから素振りしとってくださいね。おっしゃ。いや違う、こっちのな、こっちのでしょ、こっち野球のスプレー、野球のスプレー、そっち、ありがとうございます。そうめんなるしもしたことあるんだ。うちだっていいんだよ。ゴリさんが本当のことをしてちょっとこうなった時、サイドが初めてですっつってその後先輩なのに睨んじゃいましたよ悪い人だったよ。初めてです。そうですね、初めてです。あ、じゃあちょっと難しいから素振りしとってくださいね。えそういう旅になるの今日。いや、じゃあ今日ここお店、そういう、いや、だって普通に考えたらさ、してもらうわけだから、まあ、ちょっと気持ちを入れに行った方がいい。そうね、入れるに越したことないんだって人生っつうのは。い
本当学んでほしい、トミさん。あれ、ゴリケンちゃんがビール。ビールです。これは。参拝していただきたい。すいません。あらでかいチーム出たな。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。もうこれもちぎりのビールだな。あ、恐縮です。いいな。お酒のバンドにします。お酒のバンドにします。ちょっと道中で。ちょっと向こうのこんもりした、はいはい、あれが、箸墓古墳によって、日本で一番最初の前方後円墳、卑弥呼の墓と言われてるんですけど、まあ、ちょっと福岡とも揉めてます。そうだね。邪馬台国やったんちゃうかって言われてるのが、邪馬台国はこっちだと思う。いや、俺もその意見に一票です。なあ、うわ、水出てきた。これすごくないですか、これ。このテーブルにこれついてるの面白いよね。いいわ、これ。あ、来た来ました。うわ、矢野さんは天ぷら付き。はい。綺麗。うわー、綺麗。ハイボールもらっていいですか。あれは。え、あれ。あ。なんで私元じゃない。何顔やめろよ、それ。いや、その顔やめろって。いや、それやめろって。いやー、うわー、すげー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 。これもいいよね、誰が言ってもいい。十分おいしょ。うまい、うわ、来た。うま、すげー、新作出た。あったかいのいいよ。うまい。俺はもう立たないと届かないやる気が見上げてたね。うわー、うわっ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 、よし、次大将来たら行こうか。おらじょ、ありがとうございました。本当にここってあのほらなんか伝説の始まりというか、わらしべ長者みたいなの始まりとかって聞いたんですよ。あ、そうらしいんですよ。あ、ご存知。いや、知らないです。え、嘘。知らないです。我々のそのこの番組が DVD とかも出してるんですけど、はい、15年ぐらい続いてる番組で、はい、これぜひね、あの、はい、プレゼントね。あ、ありがとうございます。はい、何しようですか。何プレゼントしようか。何か交換するか。え、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 いや、早いな。そんな気がして。なんで分かったんですか。下手くそか。いやいや、これとちょっと早突っ込みすぎたな。いや、いいです。何か、いや、もう何でもいいんですけども、まあ、最終的には家になるって話です、ね。ちょっと待って。はい、もうゆっくり、ゆっくり考えて、ゆっくり考えていただきます。はい、やれるだけのこと。やっぱドキドキするね、なんか交換、うん、誰が来てもイエって言わなきゃいけないからな。当たり前じゃないですか。何を言ってるんですか。いらっしゃった、いらっしゃった、下手くそ。何ですかこれ。何ですかこれ。何ですかこれ。うちの作ってるそうめんの180束です。180束。ちょっと待ってください。いや、そんな。え、ありがとうございます。それヤロ君、ほら、すげえ。おぉ、すげえ。おいくらぐらい。あ、相当。これで1万3000円なんだ。よし、上がった。上がった。グリーン。ありがとうございます。すいません、本当に。ありがとうございます。いやございます。今年は、はい、わらしべ食べということで、でこれを何回か繰り返して最後に出たものを視聴者の皆さんにプレゼントする。そうなんです。だから注目して最後まで見ていただきたいということなんですよね。よろしくお願いいたします。でも幸先いいよね。そう。そうめん、三輪そうめん180束今なってますんで。ガリガリガリガリガリケンです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 。え、すみません。これですね、中継先のゴリさんが着いたよっていう合図です。不愉快だね、音が。不愉快な音だね。噂によると、別撮りしたらしいです。いや、そうですよね。じゃあ、はい、繋がってる、ゴリケンちゃん。ゴリケンさん。ゴリケンちゃん。はーい、ゴリケンでございますけれども、今、はい、サンバス進んで、はい、事業中央公園にやってきました。後ろには一マス目追い抜いた生駒さんがちょっと見えます。いるね。ライト当ててあげて。照明がないよ。かわいそう。鍋のいい匂いがしましたけども、このためだけに東京に来ましたけど、ちょっと悲しそうな顔してましたよ。しょうがないね、しょうがない。で、ゴリさん、はい、
3マス目なんですけども、ゴリ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 新春バージョンということでございます。いける？ゴリさんの自己紹介ギャグ、これを新春バージョンでやっていただいて、皆さんに、見てる皆さんにゴリ役を届けようということでございます。このマスは大丈夫かな。わかりました。大丈夫ではない。できれば面白いやつで、ね、お願いします。やったことがない面白いやつは。いいですよ、いいですよ。いやでも面白いよ、今面白いよ。行きましょう。お願いします。はい、行きますよ。はい、2023、ごめんなさい、2024、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、終了、一回止めて、終了、ごめんなさい、一回ストップ、一回ストップ。何間違えた。2024、ゴリケンが結構変えてきたね。立つ年、ゴリ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 ドラゴンです。はい、ありがとう。ご近距離ですね。最終的には距離できました。最終的には距離できましたね。ベテランはもう距離でいきますから。ゴリケンさん、今の心境大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、大丈夫です。いやちょっと拝んでる方がいます。拝んでる方、あの人に拝んでも何もないですよ、いいことは。ゴリさんが まるで亡くなったかのような、亡くなったかのような。拝ま振ってくれ。いや、次のサイコロ振ってくれ。サイコロいきますよ。いきます。事件は現場で起きてるんだ。あ、静かにしてください。今やってます。はい、4です。1、2、3、4。うわ、やべ。新年に愛を叫べ、奥様ラブコール。え、これ誰いきますよ、めくります。せーの、斉藤。斉藤優。やばい、生やばい。斉藤優です。生やばいよ、うちの奥さん。生やばいって。ゴリさんが4マス先に行ったら斉藤が奥さんにラブコールします。放送禁止言う人よ。大丈夫、オッケー。大丈夫、ナイス。生やばいんだよな、うちの嫁。じゃあゴリさん、すぐ行きます、すぐ行きます、お願いします。うわ、ちょっと、さあ斉藤さん来ましたね。新年早々、この後奥様に生電話ラブコールということでございます。最悪だ。さあということで、この後はわらしべ旅の続きです。一体どうなるんでしょうか、お楽しみに。斉藤さん、まだ電話出るかどうか分かんないんだよね。出るかな。いやナイス、いやナイスでしたね。これでいいんだけどね。ナイスナイス。手出てない上にお前ナイスナイスはないぞお前。すごいもん、もう交換できましたね。ただこれ、はい、次の人にあげるときに通行人とかだとちょっと重みがあるから難しいですよね、うん、腰据えてる人の方がいいよね。でもやっぱりほらゴリプラスは1個だから奈良に来てるってことで、ペペは行ってないんだけど、はい、俺と斉藤が言ったことなら、ソンキューっていう赤影って店なんだ。おかしな店でしょ、ね、いろんなものがバーッと置いてませんでした。基本ガラクタなのよ。でその中にお宝があるか。でも最悪その酒屋さんだからいい魔王とかね。ああ。ただですね、一応ちょっと一個行くかもしれないということで、さっき電話したら出ないんですよ。まもなくソンキューです。はい、ただ未だに電話が繋がっておりません。これ何も空いてなかった時、俺諦めるかもしれない。何？わらしべ。あった。あった。人がいる。あ、でも電気がついてる。電気ついてる。電気ついてる。よしよしよし。懐かしいな。こんにちは。覚えてますか？覚えてますよ。サンキュー。お久しぶりです。サンキュー。アンケやばい。サンキュー。アンケーあれすごいだろ。サンキュー聞いてます。こんなパワフルだったっけ。電話したら全然。なんで電話出ないんですか。月始めになったらね、請求が多いんですよ、店って。それでもイルス使ってたんすか。イルス。サンキュー。アンケーマン。ソンキューって何ですか。改めて、ね、ソンさせてくれてありがとうって。ソンさせてくれてありがとう。あれどうした。ごめんなさい、サンキュー。どうした、また飲もうか。飲もう。普通のでいいんですか。 あれもらっていいですか。あれ正直腕上げてるよ。ハイボール。でかでか。これ何これ。これ何のビールですか。梅肉入ったタビ。めちゃくちゃやな。
サンキュー、サンキュー、サンキュー、でかいって、でかいって、待てや、出た、来た来た来た、サンキュー、サンキュー、ブレイってこれでかかりもできますから、あらら、サンキュー、めちゃくちゃよ、すみません、乾杯、うわ、そして濃ゆいなんか来たよ、いや、焼き鳥めっちゃうまそうやん、うまそうや、これうまいよな、こんなの最高やん、ほら、うわ、オンケー、めちゃくちゃやもう、出し方は斎藤としてだよね、あ、そうですね、ハリ系のインディペンデンスデーとか、はい、俺ももう、声のデカさちょっとやってみよう、やってみよう、インディペンデンスデー、インディペンデンスデー、すごい、トーン一緒よ、インディペンデンスデイ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 、やるなぁ、やるなぁ、ちょっと飲んでる、飲んでないです尿検査出るよ、尿検査できればオンエア、オンエアの後で捕まってほしい、やってるのは確実なんだ、ああいう方なんで、ね、うん、全然やってない、おかしいって、私がいたよ、こういうことね、橋本さん、ほらこれ大丈夫なやつですよね、これ手は綺麗ですよ、うんうん、この手見てください、ほら、うん、アトリックスで全部、アトリックスで、アトリックスで、何やアトリックスって、うん、何や、何や、何や、トーンがちょっと面白くない、トーンがね、怖いだけなのよ、新技は何ですか、タイトルは何ですか、サービスの歌なの、いきますよ、はい、サービスの一番、これ一番ベーシックなやつ、はい、いきますよ、はい、声張りますよ、はい、サーサービッツビッツサービッツやれそれやれそれやれそうべくさービスビスサービスビスビスサービス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 サービス、ペペ一回ちょっと、ま、向きないからさ、こっちをこう見せる、結構しっかり決まってんだよね、サーサービスビスサービスビス、やれそれやれそれやれそれサービスで、もう全然大丈夫、なんてことしてくれたの大丈夫大丈夫、それならいいんじゃないか、ん、実はね、大将わらしべ長者って言って、これ変えて、これこれ変えて、これ変えてっつって、はいはいはい、さっきそのね、奈良の有名なこの、うん、こちらのね、はい、三輪そうめん、はいはい、これをね、大将一個わらしべで、なんかわらしべでって、はい、なんかこれに匹敵するなんてないで、犬打ちのあるもんないですよ、ここ、いやいや、うん、いや、もう大体、大体わかります、悩んでますね、すごく悩んでます、すごい、どうした、目がおかしい、ダメージがちょっとサーサービスビスのサービス、いやでも矢野ちゃんやっぱサービス精神ってずっと言われてるから、はい、あれマスターしよう、でもなんか俺もしかしてなんか一撃ですげえあるよ、大将これ逆にすごい、俺は踏んでるのよ、来た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 、これいいですか、すみません、もう全然あのサンキューサンキュー、もうちゃんと使ってるやつ、きたの、いやいや、ラグビーのスクールボーズを気絶した時にやるやつ、サラビンで買ったら高いよ、うん、新品で買った、まあね、そうね、これまあ新品で買った時にこれ、うん、やっぱそれ大体これ中古やったんですよ、中古で買ったの中古で欲しい人いるかこれ明日苦戦するぞ、これどうぞ気絶したら言ってくれよ、今とりあえず奈良市にここやってきてます、はい、水を使うようなところがやっぱニーズあっていいと思う、その高速餅とかは餅はこう水なんかほら足したりする時あるからさとりあえずこれを変えたいよね、そうそうとりあえずちょっと奈良公園方面に餅屋さん、餅屋さん、夏場これで麦茶飲むとうまいよ、これやで、セールスポイントはそれだね、あ、あったあった、店あった、忙しいっすね、ここです、ちょっと難しいここです、よし、行きましょう、喉が渇いて倒れてる人おったらこれ水あげたらもう一発やけどな平城京じゃないこれ、違う、平城京、平城京跡じゃないこれ、違うごめんなさいだ堀さんの耳も紅葉みたいに色づいてますね、うん、あ、よいしょ、あ、はい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 、はい、
今田来たんですよ。そうですか。着くのは終わったんですか。次はこれですね。11時20分そうなんですね。ネクスト持ちデモンストレーション、うん、了解です。はい、2回チェンジしちゃうの今これ夜間なんですよ、はい、もしよかったら何でもいいんで交換できないかな。ロコモいらん。何かですか。今ね探してくれてる。はい、はい、うわザル夜間からザルに金物流れ金曜日夜間すいません、ありがとうございます。一応これも1個の交換でとしていいんですか。交換になってはないですけど、いらんって言われたんで。もらってくんないですよ。いらんって言われたんで。プラスアルファですから、せっかくなんで買いました。うまっ、うまっ、おいしい、うまい。あの中谷堂を支えたザルです。でそれ説明したとてちょっと商店街行ってみます。あと2回あと2回しかないの。あと2回で言えよ。これをまずもらってくださいって言ってもらってくれる人が少ないと思うんだよね。飲食店以外はもう絶対いらないもん。でも増えてんだけどね。増えてんだけどダメージでかいんだよ。いらんっつったんすよ。赤影とんでもないことしてくれたの。今マイナスなんだから。いやそれマイナスじゃないから、うん、どっちだ。いやいや、トミさん普通に歩いててこれ絶対嫌でしょ。僕ら買ってもらってるんだから。いや普通に考えてですよ。トミさん、普通に考えて、道端でこれ もらってくださいって もらうんですか。それを聞いてるんですよ。尊敬。さあこっちの方がいいですよって言って考えたらそっちなんですよ。おいおい、福岡のテレビでわらしべ長者の旅してるんですね。使いません。使わないですよね。ありがとうございます。明確になりました。すごく笑顔のチャーミングな お母さんが使わない。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どちらからですか。愛知県。あ、これいらないですよね。いらないですか。ゴリパラですね。前二人しか分からない。僕のことは知らないですか。あ、楽しんでくださいなら。ちくしょう。でも今のはもうあのコメントだもんな。言うな。なんで言うんだよ。無名ハラスメントよ。本来やっぱちょっと恥ずかしさもあって。そうそうそう。いやちょっとこう、うん、いや知らないんですかとかって言うのあるけど、うん、もう無名をねもう振りかざしてね。そうなんだ。矢野君が欲しがってるの。絶対取れるポイントだと思ってるんですよ。俺とセットまたまたつって俺はちょっと矢野君かわいそうだなと思っちゃう。いやもう欲しがってる。逆なんだ。無名を言うなってしょうがないだろ。ちょっとでも聞かれてもないのにね。そうやめろって思う。言うな。誰だっけ。とんなよ。とんな。本来それは欲しがるもんじゃないから。知らないんですか僕のこと。やめろ。全然面白くないのですよ。もう奈良キッズにもう取材させてくれませんかって店かなんか SNS でやっていいですよとかって、うん、奈良市内で取材させてもらってこれとっていう人は確率高いでしょ。そういうのもやっとこう。はい、チーズ。この勝負手逃したらもうお店を紹介させていただきたいんですけどって。ちょっとやばいかこれ。詐欺なのかな俺。うん、取材でいいんじゃない。取材は取材するから、うん、それからキッズに会いに行きたいんですけどってことですよね。会いに行きたいわけじゃないですよね。これを交換してほしいから。これを取材引き取ってほしいんだけど。この皆様です。ちょうど開けときましたけど。いや、これとこれ変えてくださ い, いなんでやねん。冗談。これなんぼするか知ってんすか。これ200万するんですよ。どうですかこの2つ。無理やって。有名なお店さん中谷堂の無理やって。無理やって。ちょっと SNS のえ、うん、ごめんなさい。 X の情報待ちますか。サンキュー。めちゃくちゃやもん。あの先ほどつぶやいたやつ、うんうんうん、なんかリプライが来ておりまして、はいはいはい、なんかお店やってる人がいて、ちょっと電話してみます。はい。でもその人はまだ知らないってことです。キッズがこういう人がいますよって教えてくれてるだけで。電話出られないっす。じゃあ飯屋どっか探すか。いや切り替えが早いな。来ました。お折り
返しを。おすいません、はい、それでは失礼いたします。奈良にいないそうです。うん、OK。 これを変えてくれるっていうのはもうサービス精神っていうかノリがいい人じゃないとダメなんで。そうなんですよ。お昼時なんで、うん、一応あの大盛りの店を調べてですね、はい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 、我々の経験上福岡でもやっぱ大盛り出す店はノリがいい。喫茶田川というカレーの大盛りの店があるんで、しかも飲食店なんでまあ使わないことはないない一応ね許可取れてないんですけど行ってみます。そこ行ってみましょうか。はい、ここです。これだ。あ、これだ。これだ。許可はあの OK もらいましたんで、今ちょっと満席でもうちょっと待って。すごいよね、この一角にね。誰か一人は大盛り。ダメちゃん。いや、ちょっと待って。いや、45よ、俺。もう食えっちゃん。すいません、こんにちは。カレーしかないってこと。誠に勝手ながらカレーしかないです。カレーしかない。すごい。意味足してる。すいません、九州からやってまいりました。うちお父さん、九州の田川なんで。え、あ、田川の田川。一番大きいのはその別盛りカレーってやつですか。そうですね、一番大きいの別盛りカレーで。でも大盛りと100円しか変わんないですね。じゃあ僕は、極小カレー。おお、ふざけんなよ。一発ふざけんなよ。それも見てみたい。あ、じゃあ僕は小盛り。小盛り、はい、おい、ふざけんなよ。じゃあ別盛りカレー一つ、はい、ここだけの話で、はい、食べたってことでしょ。騙されるか、バカ。バカ。矢野さんっていうのは大事なところにいるんだから、そこはもうバッターボックス、ここが矢野さんだろうって言って入ってくれよ。故障中っす。え、故障中っす。一番で返ししやがって。おい、おい、ちくしょう。じゃあ、極小になります。え、これ極小、これ極小、はい、あ、極小っすか、はい、これ極小、極小っすか。ちょっと待って、これ極小っすか。びっくりした。うまそうなカレーやな、これ。うまっ、うまいよね、香りがうまいもん。ショーになりそう。嘘だ、嘘だって。小盛り、小盛り、これの3つですよ、これやば。香りがすごい、うますぎー。来た、来た、超ウケてる。今までで一番ウケてる。入った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 。めちゃくちゃうまいですよ。もうなんか欲してるカレーです。家族のあったで、奥さんとかがいないんだよ、だから知ってるんだ。ごめんなさい、ちょっちょっちょっ買ったの。はい。そういうパターン。顔どうやって食うのこれ。持ってき方見た。ごめんなさい。お前楽しそうやな。おお、斬新やね。うん、うまい。美味しいよね。美味しい、やべえ。まだ焦る時間帯じゃないよ。うん、先を見ちゃダメだな。今の連続、うん、めっちゃいいですよ。かっこいいな。初年のペグは違うな。え、腹いっぱい。小盛りやばいよ。さっきあの後ろのね、うん、海外の方が、うん、ワオ、アンベーゼイつきました。斉藤、完食しました。ありがとうございます。あとは任せたぞ。ちょっと来た。言ってる。もういいんじゃないのっつって。ああ、胃袋。考えない、考えない。ペペもう一人のペペなんですか。お前こんなもんじゃねえなって。つまんねえ返ししてる。ここも応援しないの。まだまだ。せっかちが出した。巻き入れます。この状態で巻き入れ、あとしばっか。今のうち楽しんどって。なんで、なんでどうすんの。いや、この後暮らす。いや、ちょっともうそれはもうやめ。それは確定してんの。いや、それはもう俺は死んでもいい。いやいや、お前に痛い目に見せてやりたい。そういうのはダメだよ。熱い。はい、どうぞ。よし。重い。こんなどうする。大食いと関係ないやろ。いや、すげえ、マジですげえ。もう3分の1ぐらいじゃん。すいません、起きた。はい、ちょっとオイルをマザーシップの方に入れるのね。空母の方に。5戦ね。うん、来た。おー、これおー、これでサラピンのカレーが来る感じね。来た来た。巻き出す。マジ、巻きが一番腹立つわ、マジで。もうもう、それも。ゴリさんいいよ、今のうちに楽しんだから。今、人生最後の日かもしれない。いや、もうやめてやめて。殴ります。俺もお前を殴る。
笑ってると怖い。完食するから。うん、わらしべ頼みますね。わかりました。お願いします。でもペペンの一言も必要。いや、そうです。下手くそで変なこと言うね。余計な邪魔すんなよ。死んだ親父にも食べさせたかったです。これはもうね、やっていいっすよ、ね。いや、ちょっとやっていい。これは止めない。いける。いけ。お姉様、ラスト一口、彼がちょっと今持ってあげてください。いやー、いただきます。うわ、すげえ、うん、うまっ、すげえ。ここのカレーのカレーが美味しすぎてどんどん入っちゃって止まらない止まらないカレーね。姉様、あとちょっとだけいいですか。ちょっとだけ、すいません。我々はわらしべ長者で、あのわらからいろんなものを変えていくのを奈良でやってまして、夜間になった夜間になったんですよ。餅屋さんでこれから変えてくれっつったら、これいらん、これ持っていけって言ってこうなったんですよ。これを誰かに何でもいいんですけど、あと2回で家にしたいですね。はい、いいね、はい、何でも、もう何でもいいです。考えます、考えますね。お、来た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 。昔は店内でタバコが吸えたんですよ。はい、もしかして、はい、灰皿でした。密室の灰皿、3ついただきました。当時使ってた、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、え、それは置いていっても大丈夫ですか。いらないです。お持ち帰りいただけます。増えたか。分かりました。最終的に俺は店やることになるんですよ。いやいやいや、ということで、今日はゴリ界八幡宮からお送りしております、ゴリパラ見聞録生放送スペシャルです。よろしくお願いします。皆さん、おめでとうございます。さあ、今ファンの方もね、こちらが、場所がこれなんていうとこになるんですかね。拝殿、先ほど我々はい、ね、お祓いもしてもらって。そうです、あの拝殿に入るにはちゃんとね、お祓いっていうかしていただいて、ここに入る、こうやってね、はい、皆さんも外で寒い中見ていただいてありがとうございます。うちの若手もいますね、はい、うちの若手たちもね。お願いします。ああ、いるね、うちの若手もね。はい、何言ってるかちょっと全く聞こえない。ガチャガチャで何言ってるか。何言ってるか。ガリガリガリガリガリケンです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 。ダメです。この不愉快な音は。ゴリさんは外で、あのスゴロクやってますんで。スゴロクで。さあ、ということで呼んでみましょう。はい、中継先のゴリケンさん。ゴリケンちゃん。よいしょ。今東神町商店街にやってきましたね。おお、本当だ。もうちょっとでバスに着くんですけども、盛り上がってるよ。すげえ。いいですね。正月中継っぽいですよ。いいでしょ。正月ですね。絶対に正月です。いいですよ、ゴリケンさん。まもなくバスに着きますんで、ちょっと待ってください。ハッピーニューイヤー。そうですよね。すごい盛り上がってる。仕込みクラスに盛り上がってますね。バスに着きますから。急ごう。いいですよ。あるんですね、ポイントが。ポイントがあるんです。あれ、ちょっと誰です。映しちゃダメな人じゃないですか。これ誰だ、これ。映しちゃダメな人ですよ。あれ、ちょっと危ない。これ誰だ。何ですジョーカーですか。博多のジョーカー、これ。あ、いや、これ。矢島ボンビーだ。何すか、これ。矢島ボンビースルーされたから。1個前なんですよ、すごい。あ、そうか。かわいそう。あ、1個じゃん。じゃあ一マス行きますんで。行きましょう。もういいですか。スルーしてください。もう一個先のマス目です。ヤシマボンビーに来たら、あのおんぶしていかなきゃいけないっていうところだったんですけど、スルーです。ゲストがことごとくスルーされてます。はい、ここマスに着きました。いやいや、どこだ。なんもねえや。それどこだ。なんもねえや。どこでもいいや。ヤシマのとこでいいやん、じゃあ。はい。アバウトに決まってるんですね。マスが荒いって。はい。早く決めてください。電話アイラブユーしてください。いや、これ怖いんだよな。このマスが、新年アイラブユー斉藤優バージョンということで、今から斉藤さんが生電話で奥さんに電話して愛してるよというのを伝えて。いや本当ね、うちの奥さんね、あの生やばいのよ。だからスピーカーにしていただいて、で危ないってなったら消してくれって安倍ちゃん、安倍 P の方から言われております。本当に出るかどうかっていうのが。そうなんですよね。いきます。行きましょう。じゃあ最初、さあ頼むよ、お願いします。ちょっと領域展開でいきましょう。出てほしくないけど、出なかったら変な空気になるな。頼む、出てくれ。もう1時過ぎてるね。1時21分。
ごめんなさいなのか。斉藤さん生だぞ。斉藤さん生だぞ。頼む。出ない。生だ。酒飲んどったもんな。出ない。出ないかな。これ出ないか。出ないかな。よし、ペペの奥さんだ。こうなったら。ペペの奥さん行こう。なんでだよ。ペペの奥さんにしましょう。いやもうなんでな。電話ください。電話ある？いやあるよ。一応持ってっけど。じゃあペペの奥さん早く。一応もうしょうがない。急いで。何とかしないで。これ生放送だから。やべやべ、ちょっと待って、ちょっと待って。ごめんなさいね。なんで出らんと？もうお酒飲んで寝とうかもしれない。ちょっと待ってね。はいはい。全然電話出ない。出なかったらもうどっちか。はよ電話出せって。はよ電話出せって。ちょっと出して。何してんだよ。ここにあるよ。もういい。出して。あたたたた、はいはい、あたたたごめん。はいはいはい。ごめん。そうそう。I love you 伝えればいいから。ちょっと待ってよ。出るかな、うちの奥さんもねハイボール飲んどったんよ。みんなねお正月だからね。行きます。あ、なんか当たりましたね、後ろで。はいはいはい、来た来た、参りましたよ。これは嘘だろ、2人連続、これは大事故だよ。あ、じゃあもう、あ、来た来た。何、あ、もしもし、明けましておめでとう。寝てんのよ。あ、寝てんの、ごめんね。今年もね、よろしくお願いしたいなと思って電話してるんだけれども。もしもし、あさみちゃん。はいはい。2024もね、今と変わらずあさみちゃんのことを愛してます。え、もう一回言おうかな。もう一回ね、2024も、今までと相変わらず、うん、あさみちゃんのことを愛してるというのを伝えたかったなと思って。もう切れ、うん、どうだろう、もう切れ、うん、オッケー、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あさみちゃん、ありがとうございました。すいません、大事故。サイコロいきましょう。サイコロいきます、サイコロいきますよ。続いて何やねん、4です。もうゴール間際、1、2、3。あら、ちょっと待ってくださいよ。来ました、旅旅行券ゲット、パツイチチャレンジ2。あ、やっとぽいのが出た、もうゴール間際なんで、ゴリケンさん、じゃあそっちに向かって行ってください。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あの人は置いていくんですか、はい、どの人ですか。置いていきましょう、危ないです。置いていってください、危ないです、置いていきましょう。絶対に触れちゃダメな人だから。捕まりますよ。はい、逃げてください。フォロー、逃げてください。はい、急いでください。さあ、ということで、ちょっとダメージを負いましたが、はいはい、CM の後はわらしべ旅アクシデント発生です。何が起こった。ああ、寝てたか、きついな。どうした。事件です、大事件です、大事件です。車待機してた矢野ちゃんがインキーしました。はい、インキーです。マジで、どうした、まあ、どうやったらインキーになるの、聞かせて。中に入ってドア閉めたんですけど、うん、鍵開いてたら、うん、中の照明が消えないから、うん、と思って鍵バッて閉めて、はい、待ってて、うん、でトミーさんから電話があったんで、うんうん、行こうと思ってガチャって開けたら、うん、なんか信じられない音量のブザーが、なんとかしないとと思ってすぐ閉めた、うん、すぐ閉めて、うん、ただ鍵が閉まった、鍵閉まった、鍵閉まって、で鍵は中です。やばいよ、やの、ほんとすいません、やってんだよマジ、やの。ちなみにキッズはもう来てない、あれ以上。いや、携帯、携帯ももう中です。は、やのの携帯しか見れないです。大ピンチだ。ちょっと休みさせてあげたいけどね、矢野くん。横になりたいよね。はい、矢野。矢野、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 サンキュー。何分？何分？60分。おー、1時間。はい、到着まで。到着まで。一回座りたいよね。一回座りたいな。すいません。私、普通に。ジャグ呼んでて今到着したみたいなんで、ジャグの人に交換してもらうって可能性もありますよね。
いや一番交換してほしいのは我々今鍵なんですよ。ちょっとねあの鍵のやつなんで映せないんで。うん、あら忘れてるよ。すいません。おい。悪いっちゃしょうがねえか。おい。わざとじゃん。わざとか。わざとじゃん。いや俺ら全員ダメだね。やろう。どういう状況？開けてくれるそうです。え？開けれるって？この対象にしてもいいからじゃあ本当に。これ5円だからね。一応聞いてみよう。いいのに変わったらもうお前はもうそれ救われるよ。あ最後のワンチャンスよ。あ、え？すごい。あ、やった。やったー。さすが。ありがとうございます。いやちょっと本当にもう命拾いしたんだ。はい、焦りますよ、ね。いきなりロックしちゃう。まあ今回、はいはいはい、わらしべ長者っていう、はい、今我々が今これに。ちょっと待ってください。はい、いいですか？交換ですよ。持って帰ってもらいますよ。えこれ最後の最後の。これでもう決まるとこと。もうそうなっちゃったね。あ来た来た。私的には発煙筒ぐらい。ちょっと期限切れてる発煙筒なんですけど。これいります。あ灰皿じゃあいただきます。灰皿だけじゃあ。これ大物ありますけど大物。いや大丈夫。あじゃあいいですか、ね。初めてちょっとこれあわらしべいただきます。ありがとうございます。いただきます。発煙筒、やかん、やかん、ザル。マジで3点セット。DVD からこれに変わるって誰も。正解できないよね。でサイン書きますよ。あサイン書いときます。あの夜間にサイン書いときます。さあということで皆さん、すいません。お年玉が、こちらでございますね。最終的に DVD が、夜間とザルと発煙筒なんですけども、あれ発煙筒は？発煙筒はですね、ちょっとお送りできないものということなんで。ああ調べたら、はい調べたらお送りできないとな、郵送できないっていうことで。なので適切にこちらで、処分をさせていただいたと。家になるはずが夜間とザルになったと。ザルになったと。ただ一応ですねこちらの方サインを書かせていただいて僕なるほど、このサインを書かせていただいて1名様にプレゼントするということですが、はいこういう感じで、まあ、ちょっとねこれだけだとということで、はい別でプレゼント用意しました、うんはい、なんとですねゴリパラ見聞録が西鉄さんとコラボしまして、はい、こちらのニモカカード、はい、ゴリパラバージョン、そうですこれ50名にプレゼントいたします。中には入ってないんですけどみんな、はいここで入金してこれ欲しいですよね。欲しい。あ、よかったよかった。ぜひ皆さん応募してください。静かに盛り上がりました。はい、さあキッズにもう一つプレゼントありまして、はい、前までは、うん、このカレンダーの旅をしてたんですけども、はいはいはい、今回2024年度バージョンもゴリパラカレンダーね、ゴリパラカレンダーできましたんで、なるほど、ぜひそれをダウンロードして、ダウンロード、携帯のね待ち受けにしていただきたいなと。こんな感じで C56 とありますんでね、で番組のホームページからダウンロードできますので皆さん、はい、ぜひともよろしければお願いいたします。さあということで、はい、さあこの後はゴリ役中継でございます、はい、さあゴリさんはどこにいるんでしょうか。お楽しみに。お楽しみに。歩いてますね。歩いてる、ね、しっかり歩いてますね。しっかりとした足取り。さあ鳥海八幡宮からお送りしておりますゴリパラ見聞録2024生放送スペシャルでございます、はい先ほど西鉄さんとコラボしたゴリパラにもかこちら、はい、はがきのみ。そうです。先ほどのやかんとざるもですが今回はがきのみというオールドスタイルでこの令和の時代に、はい、はがきのみでございます。こちらお金は入っておりませんが使ってください。ぜひこちらのね今出てますところにはがきを送っていただきたいと思います。ああこれ これはあの DVD の予約、今の枚数です。何枚ぐらい予約が入ってるんでしょうか。来た来た、ボード来たぞ。はいはいはい、ボード来たぞ。はい、あと今さっきマリちゃんから LINE が来て、はい、何って来たけど無視してます。時間が余ったら最後電話します。はい、すいません。じゃあ斉藤さん枚数をお願いいたします。こちらです。ででん、なんとすでに1532枚予約いただいております。ありがとうございます。これは多いんですよね。多いんですよね。どうですか。過去最高。ありがとうございます。ありがとうございます。これやっぱね全国3局ネットでお送りしてるんでね。今回でも本当にインドネシアも面白いんで、はい、そうですね。ガリ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 ケンです。ガリ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 ケンです。ガリ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 ケンです。ガリ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 ケンです。呼び出し音がゴリケンちゃんですね。じゃあ行きましょう。中継先のゴリケンさん。ゴリケンちゃん、よいしょー。おー来た。門松ちゃん、取り替え始まる。あもう近いね。手前の公園に来ました。おー、さあここ最
最後なんすか、このチャレンジがあるということで。どうもそうなんです、どうもサボン鍋です。ハッピーニューイヤー。はーい、あれ なんか変な近所の浮かれたおじさんですか。あのですね、今からバスイチチャレンジ帽子パイルダウンと言いまして、今隣に出てきたデカ男なべちゃんの頭に一発でゴリさんが帽子をかぶせることができれば、視聴者の皆さんに1名様、なるほど、視聴者1名様に1万円の旅行券をやりましょう、やりましょう、これがでかい、プレッシャーや、お願いします。はい、ただ失敗したらですよ、はい、2マス戻ります。めんどくせえな、ディレイがありますね、2秒2秒ぐらい遅れがあるんで、2マス戻った場合は寒風摩擦になってます。風がちょっと風が吹いてきたね。ちょっと待ってください。風でごめんなさい。事故ってますよ。新年早々ちょっとここが風でめくれてます。めくれてます。渡辺さん、帽子を早くかぶせてあげて。じゃあ行きましょう。帽子を早くかぶせてあげて。かわいそう。パツイチパイルだ。お願いします。チャレンジしますよ。チャレンジするぞ。風強いですからね。再現。行く。どうだ。レッツゴー。もう一回行きましょう。今す戻ってください。紙で隠してください。あの旅行券をゴリさんの自腹であげるプラス2マス戻ってください。はい、じゃあゴリさんすいません、2マス戻ってください、はい、お願いします、戻ってください。お願いします、ありがとうございました。すいません、さあということで、いやいや、2マス戻る、ね、ということは、はい、2マス戻るんで、はい、寒風摩擦ですね、戻す感じですかね、これは。そうですね、はい、はい、さあということでこの後はスーパーゴリパラ通信でございます。お楽しみに、スーパーゴリパラ通信、ありがとうございます。さあ斉藤さん、はい、DVD ブルーレイがですね、はい、今最高記録で予約いただいておりますが、はい、まああのどういうものがあるのかということで DVD、はい、まあ、珠玉の3旅こちらですね、はい、と特典映像がこれインドネシアということで、はい、これがすごかったんですけど、ちょっと美味しいとこをね、はい、今あのついばんだやつがありますんで、うん、VTR ご覧ください、鳥じゃないんだから。うわ見えてきた、やべ、なんかくねくねしてるの引っ張るぞ。ジェットコースターはあるから乗せてあげるからね。いや俺マジでそれはもう大丈夫やわ。分かった、いや俺はもう分かった。乗りたくないよ俺、絶叫とか。うるせえな、言うこと聞いてればいいんだよ。ちょっと本当に乗せようとしてるな。ゴリさん抱き込んで斉藤乗せようかな、裏で握って。ゴリさん斉藤にもたまにはちょっとギャフンという。おお、富士急ハイランド来ました。ペペちゃんにはもう40歳をきっかけにまっすぐな人間になってほしいと思ってるんだ。さっきね、斉藤ケンちゃん、ケンちゃんやめて。どうした、ケンちゃん。俺と握って斉藤を乗らせましょうって言いました。ケンちゃんペイちゃん、それはダメだ。ごめん、お仕置きだ。うわ、めっちゃ口カラカラなってきた、やば。できない、安全でやってくれ、しろしろ、うわうわ、立った。あ、いや、もう、嬉しない。うわうわ、来るよ来るよ、うわうわ、来るよ来るよ来るよ。寺木さんの、まあ、久しぶりに会って何か書いてもらうっていう。
なんか変えてもらえば裏ミッションです。そうです。どう頼む？でも頼み込むしかないんじゃない？10周年続いてるっていうわけで、できればですね、ちょのとにかくじゃあ全員、まあスタッフも含めてタダでっていうことではいいわけですね。トミさんとかもそれはないんじゃないですかとは言わないですもんね。手を汚さず、うん、手を汚さずなんか俺たちにやらせようみたいなとか、阿部ちゃんもいや、うちがとかっていうのも言わないってことはもう、すいません、甘えます。甘えますよね。そういうことですよね、はい。いや、わかりました。相違だということですよね。お久しぶりです。お久しぶりです。すいません。なんと、結構素晴らしい。今は、まあ、書もしてるんですけど、ちょっとびっくりした。ごめんなさい、すいません。立場書もなんだから。そうですね。こっちが言うことじゃないよね。でも10年だからね、このいろいろ心機一転という気持ちでまた挑もうかなと思ってんだよな。うん、その大旗とかのね、掲げてね、やっていしょうかなと思って、その旗どうしようかなと思って。なんか字とかいいのあったらね、あったらなと思ってね。本当にね。2019年、あさみちゃんはペペとの離婚を2回考えた。俺はちょっとなぜその離婚考えたかっていうのをちょっとともに軽くだけ聞いたよ。まず子育てしてる感じを出す。あと1個、めちゃくちゃ金にケチなんで。なんか使うって時に、え、それ俺の金？どっちですか？奥さんもちゃんと働いてるからですね。謝るかというか、このままじゃ離婚だと思うんだ。マジかよ。いや、マジでそう思う。はい、あさみちゃん、離婚を2回ぐらい考えたみたいな話を聞いたんだけども。揉めに揉めてますよ。はっきり言わせてください。帰りたいです。ダメです。日本にない匂いやね。手つなげっぱなしの隠れちゃいかんから。これはガラスですか？嘘、信じられない。矢野さん、ついちゃってるよ。お、え、あ、ちょっとゲスト、ちょっと待って。あれ、あれ、かっけよーい。止まった、いけっぽい。うわ、びっくりした。ゴリかなと思ったら、ゴリじゃない。すごいわ。うわ、来たから。でもスケールがすごい。すごい。これは見る価値ありだぜ。ちょっとおもろそうすぎるよ、これ。自分で言おうじゃないの、それは違う人が言うやつよ。 DVD 2、3万するでしょ、これ。4500円。安すぎ。新作だよ。そしてなおかつ恥ずかしい、はい。さあ、今のねやつが入った上で、はい、初回特典はこれ、このステッカーがついてきます。僕らのシールがね、はい、ついてて、これも斎藤のダメだって、これ技シール出てくる、はい、ダメだね。まあ、例えば次、ゴリさんの米津ですっていう、まあ、これはまあ、これ今これ米津さんなんだけどね、これ知らない人はもうちょっと白目だけど、で僕のペペロンチーノっていう、はい、これが12種類あるんで、はい、本当1枚だけ買ってくれてもいいんだけど、なんか12枚集めるとなんかラッキーらしいよ。なんか一つだけ願い事が叶うっていう噂がある、ね、ありますよね。そういう感じでございます、はい、まだまだね。さあ、まだまだ、あります。驚愕の新企画がございます。こちらご覧ください。いい作品。ちょっと連絡してもらっていいですか？あ、俺たち。あ、おはようございます。
ジ？よろしくお願いします。もう会いたかったんですよ。うまくねえ。ちょっと憎気をしてるね、この力士。まあ我々がやっぱりさ、通りすがりのギャングみたいな。あ、待ってる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 。待ってる、しよう、しよう。止めた。巻き放題だぜ。どうぞ、お越しください。よいしょ。どうこう PR したら、特に福岡で。もうね、困ったら自虐なんですよ。気づいて徳島でいいじゃん。もう気づいてないじゃん、まだ。いいキャッチング練習。いいキャッチング練習。なんで？いいキャッチング練習。ずっと喋れてないぞ。お前、下切られたの。すごい。うわ、すごい。ここで、ヨネスさんが。じゃここでやっぱりいつもね、下ろしていいですか。はい、どうぞ。ということで新企画ですね。 YouTube 限定で配信されるということで、はい、まあ、行政から依頼があってうちの町を紹介してください、市区町村県、はい、今回は徳島の県知事から依頼ありまして、はい、まあ、あのお金はもちろんいただくんですけど案件という形で、案件です、はい、案件で我々がロケ行って町の PR をするということで、はい、今ホームページで普通に市区町村の応募待っております、はい、あの何回も言いますけど無料ではございません、すいません、はい、すいません、失礼しますんで、ね、これはこういう企画もやっております。よろしくお願いします。ガリ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 です、ガリ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 ケンです、ガリ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 ケンです、ガリ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 ケンです。ゴリさん、ゴリケン、はい、あの戻りました、2つ戻りましたんで、あのあと1回、はい、あの2位以上出せば取り返しまくいけるんで今振ってください。2位以上ね、じゃあ斉藤さん、じゃあいきますよ、ゴールさせよう、2位以上出せば戻れます、いきます、はい、どうだ、いきますよ、行こう行こう、お願いします、4、あ、つうことでゴールだ、1、ゴリさん、さあゴールです、ゴリさん戻ります、あと10分しかないんでダッシュでお願いします、ダッシュで、ダッシュで、2位戻ったの何だったんだよ。さあ一体ゴリさんは帰ってくるんでしょうか、興味があるのかみんな。生放送でお送りしておりますゴリバラ見聞録、はいはいはい、ゴリケンさんが間もなく、境内の中入ってきた感じありましたよね、入れないで、みんなここには入れないで、みんな壁になってください、入れないで、押し出してください皆さん、あ、来た、ほらほらほら、この8番組の中ですよね、どこだ、あ、迷ってます、なんで今戻ったの、やめてください、迷ってます、そういう調整はやめてください、テレビの嫌なとこ見ましたね、今調整迷ったみたいな、今調整しましたね、今調整迷ったみたいな、嫌な部分を見ました今、あれ調整がありましたね、調整した今、ちょっとなんか噂は聞いたことあるけど、あ、来た、調整が、なんで一回戻ったんでしょうね今、あ、来た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 、今のは嫌なとこ見ました、来ました来ました、ちょっと聞いてみましょうか、調整の件は、これは嫌なとこ見ました今。さあゴリさんが無事もらいましょうか、アイス、あー、ゴリさん、ゴリさん来ました、到着です、嫌なとこバレた、今戻りましたよね、いやいややりました、いろいろやったよ、段取りがあるみたいで、はい、あのここ入るときはほら切り替わるんですよ音声が、はいはいはい、でそこがなんかいろいろあるみたいよ、いや今ちょっと戻ったのかな、ちょっと映っちゃってたんですよ、いや、あ、そう、はい、尺調したのかなと思って、そんなことじゃないですけど、違います、ちょうど間に合いました、お疲れ様です、ちょうどすごいタイミングでし、いやゴリケンさんゴールしました、ありがとうございます、いやー、いやこれどうします、いや、いや、あの今あのできるのは、うん、あの時間があるから嫁に電話か、アミダやりましょうよ、アミダやりましょう、いや、あのね、誰も何もプレゼントできない、だからアミダやろう、アミダやろ、あ、そうだわ、アミダやろ、じゃあ1万円旅行券、はい、旅行券じゃなくて現金、いや、旅行券1万円分、我々の自腹ですよ、はい、だからこれ、今ゴリパラのメンバーとトミさんとアミちゃんも入ってるっていう、あ、わかりました、大丈夫、アミちゃんも、これアミちゃんも後ろ来いよ、じゃあゴリさんが、じゃあトミさんも後ろ来いよ、お前テンション上がってんな、本当だったんだよゴリさん、あの、すごい鼻水出て
鼻水が出てるから。あの要は、はい、このメンバー当てられた人が1万円分の旅行券を自腹でプレゼントするということです。阿部 P も来ました。さあということで、はい、じゃあゴリさんせっかくなんで ABCD 選んでください。選んでもらっていいですか。じゃあ D。D。なぜ D？ ドラマの D。ドラマの D。あらららちょっと他局なんだ。他局なのにガッツリ。いやいやドラマって言ってるだけじゃん。はい、他局なのにガッツリ行く。さあそれでは行きましょう。はい、運命のお時間です。遅い遅いみんな遅いよ。もう一回だ。いやもういい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 時間ないから。もう一回後ろにキングボンビーが見切れたんですよ。怖かった。近づいてるらしいんでね。行きます。じゃあ斉藤さん行くよ。1万ね後で徴収するからね。行きます。あんみだくじあんみだくじ引いて楽しい富永さんだ。よっしゃ、ほらほらほら、ざまみろ。ハッピーニューイヤー。もう一回。いや、なんでもう一回なんだよ。どういうこと。どういうこと。時間あるんで。いや、でも、いやいや、1万円よ。1万円よ。1万円。僕は払いますよ。1万円ね。もう一回やりましょう。もう一回。もう1名に。もう1名。あ、じゃあ、トミさん選んで。トミさん選んでください。ボール変えないと。あ、もう一回トミさんでなる可能性あるよ。じゃあ、トミさんどれ。トミさんどれ。A、B、C、D。B, B なぜ B? B 型だから。 B 型だから何やそれ。いきますよ。運命のお時間です。さすが調整が。いきます。あみだくじもう一回トミさん来い。あみだくじ引いて阿部ちゃんでした。スタッフばっかり助けて阿部ちゃん。払いたいんだよ。あ、みんなにね。払いたいんだよね。払いたいんだよね。じゃあ、さあということで、トミさんと阿部ちゃん。阿部ちゃん、1万円の旅行券、1名様ずつ。はがき。2名様にプレゼントになります。そして、DVD の方も予約してますし、今度サンパレスね。はいはい、そうです。サンパレスね、今、カメラさん、これ、グッズがこれできたんでね。そうなんですよね。これ、いいグッズなんだよ、これ。会場限定のライターとかね。ビール飲むのにぴったりのコップのサイズとか。いいですね。マドラーですね。こちらはネットで。ライター以外はネットで販売しておりますので、サンプレスも綺麗になるんじゃないですかね。そうですね。いやゴリゲンさん、はい、どうでしたか。ゴリゴリゴリ。あのねこれね、はい、全く手応えないです。いやあんまりゴリ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 しかしてないですもんね。そういうのもあるし、はい、ちょっと人間ちょっとやばくないですか。ちょっと待ってください。怖いですよ。怖いです。怖いですね。これ怖いですね。やばいって。やばい正月番組じゃないよ。久保さんは本当に鍋作ってくださってたんで、はい、これちょっとそれは申し訳なかったと思いますけど、ね、後で、はい、スタッフで美味しくいただくということで。いやでもね今年もちょっとゴリプラも45秒。そうですね45秒、はい、まあでも今年はですね、サンパレスのイベントもありますし、はい、ありま す、また新たな動きもありますんで皆さんぜひともよろしくお願いいたします。また予約がどんどん増えてくる。じゃあ最後予約行こう。おおすごい。斉藤さん、あ、マリちゃん？え、なんで今？なんで今？なんて？マリちゃん？なんて？アイラビュー。もしもし。何を？あ、愛してるよ。あと20秒。マリちゃん、愛してるよ。キモいって。キモい。さあ、ということで、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤーでございます。今年もよろしく。ハッピーニューイヤー。ゴリタラ現場の今年もよろしく。よろしくお願いします。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。DVD 1802枚、今来ております。また会おうぜ。